近鉄プラザ企業が丘は三重県名張市企業が丘にあった商業施設である。金商ストアの店舗として1965年に開業したのが始まりで、1990年4月に増床改装し、近鉄プラザ企業が丘店として開店した。競合店との差別化を図るため、1998年7月8日に近鉄プラザ百貨店を 資本金3億円で設立して、総合スーパーから百貨店へ業態転換して、同年9月19日に、企業が丘近鉄百貨店として、新装開店した。その後、2001年9月1日には、近鉄百貨店の直営店となった。しかし、近鉄百貨店の経営再建の一環として、百貨店としての営業をやめ、直営の店舗面積を、 約5,500平方メートルへ縮小することになった。それに伴い、金賞ストアが運営する食品専門館、ハーベスが1階に入居し、婦人服売り場は3階売り場をなくして2階のみに縮小するなどの大規模な改装を行い、2012年3月3日に、近鉄プラザ企業が丘として、新装開業した。2018年3月31日をもって、閉店した。 閉鎖後、金賞ストアが駐車場跡などを使っての営業継続を考えていたが取りやめとなり、所有する近鉄不動産が食品スーパーと出店交渉を進めて1階の約1500平方メートルに牛虎が出店することになった。2018年9月に開店したものの、2年後の2020年10月31日に入居していた牛虎、セイムスなどは、 閉店になった。ありがとうございます。